全日本インカレ俺の注目選手、はい、そういうことでですね、今回全日本インカレの注目選手をお二人に聞いていきたいんですけれども、はい、たくさんね注目の選手いらっしゃると思います。そうですね。しかし今回はですね、3人ずつ選んでいただきたいと思っております。わかりました。お願いします。はい、まずはですね、一人ずつ聞いていきます。はい。ヨッシーから一人目の選手、お願いします。はい。僕はですね、1500m に出る吉中選手。おお。中央大学。はい。まあ、この方ね、今年もうトラックでは非常に強くて、まあ、ハーフも非常に強かったんですけど、はい、今季の中央の中では一番ブレイクしてるランナーですよね。で特にねやっぱ5000がねめちゃくちゃ調子良かったんで、1500に来たのがまず意外だったんですよ結構。なるほどね、はい、1500はね今回東国のねアモスベット君がね出場予定なんで、まあ、どこまで戦えるかっていうのにちょっと注目したいと思います。確かに。あとアモス君のタイムがどのくらいかも楽しみですね。ねえ、わかりました。はい、じゃあどうちゃん、はい、まあ、種目も楽しみですけども、誰を選んでるのか楽しみです。お願いします。1人目。はい、僕は1万メートル、スティーブン・レマイアン選手。おお、駿河台大学なんですね。なるほどね。お、留学生。はい、はい、これ僕本当注目してるのは、同じレースにゴッドフリー君も出るんですよ。2人出るってこと。レマイアン選手も出て、駿河台留学生2人が出るんで、定説でいくとですね、今までのこれでいくとゴッドフリー選手みたいなのあるじゃないですか、でもこのレマイアン選手、ゴッドフリー君よりも持ちタイムいいんですよ。27分台持ってるんですね。持ってるんですよね。わあ、それは すごい。だから今後の予選会をね、箱根の予選会を占う意味でも、この2人の対決注目したいんですよね。そういうことか。確かに。ゴッドフリー君で行くのか、それともいや新しい留学生レマイアン選手で行くのか、もうここにかかってると思うんです僕は、この全日本インカレに。はあ、なるほどね。だから徳本さん非常に注目してると思いますよ。ちょっとその意外でした。最高ですね。ね、面白いですね。だからこれ注目したいんですよ僕は。わかりました。はい、注目ですね。わかりました。はい、じゃあ2人目をね、よしお願いします。はい、僕はですね 5000m に出る折橋選手、はい、創価大学、です、はいはいはい、この方もね今季ね結構ブレイクしてると言ってもいい選手ですよね、はい、入学した時はね 5000m14 分10とかだったんですけど、今ね13分52まで上げてるんですよね。で、まあ、この世代って言ったらやっぱり1年生は吉岡くんが非常に強いじゃないですか、1年生で。吉岡くんもここに出る予定なんで 5000m に、このね1年生対決もね非常に楽しみですね。はい、なるほどね。熾烈ですよね。でも1年生対決、ここね折橋くんのこの伸びはすごいんで、いい勝負できるんじゃないかなと思ってます。うわ、注目です。はい、わかりました。それではどうちゃん、はい、今回はですね日本人選手でしょうかね、教えてください。はい、2人目です。3000m 障害、はい、花谷空選手にしました。もうこの方はまず福岡大学ですね。ですよね。はい、そして前回全日本インカレで、まあ、去年ですよ、3000m 障害で4位に入ってるんですよね。はい、でもう九州インカレも強かったですし、まあ、昨年度ですけどね、で今年は今年でゴールデンゲームズの方でも非常にいい走りをしました。自己ベスト出したのかな 5000m で、だから通常は3勝どうなのかとか思ったんですけど、去年も良かったですし、今年はねちょっといいんじゃないかと、その関東勢とかね関西勢に太刀打ちできるぐらいの力つけたんじゃないかと。だから成長みたいですねこの1年間の。なるほどね、はい、なるほどね。しかも福岡なんでやっぱ応援したいですね、応援したいね、はい、なるほど、分かりました。はい、じゃあですねヨッシーの3人目もちょっとね本当に楽しみなんですけど教えてください。はい、3人目僕は1万メートル、リチャード・エティーリ選手。ああ、俺もあったよ。あった。なるほど、東京国際ですね。もう怪物留学生ですよ、この方は。もう大注目ですよ、この1万の日本インカレって、もう毎年ねこう留学生の上位争いになるんですよ、はいはいはい、でもさっきも言ってました駿河台の選手も出ますし、キピエゴンとか、あとね、ムチーニとか、キプケメイとか、めちゃくちゃもうメンバー揃ってますから、まあ、エティーリ君でもそう簡単には勝てないんじゃないかなと思ってます。なのでここはね本当注目の一戦になると思いますね。なるほどね、はい、どんなタイムが出るか楽しみですね。ねえ、どういう争いになるんだろう、ここに日本人が入ってこれるのかとかね、入ってこれるのかな、かな、ねえ、わかりました。はい、じゃあどうじゃ3人目お願いします。はい、3人目は1500メートル、
山田俊樹選手、お中央大学です、うん、はい、この方1500を主戦場にしてるランナーなんですけど、うん、あのいい3分42秒といういい記録持ってるんですよ、うんうん、で、ちょっと僕がこう注目してるのは、うん、昨年ここで先輩のですね、うん、千森くんが2位になったんですよね、1500で、うんうん、でそのまま出雲の2区につなげたんですよ、うんうん、だから山田君も今回のこの1500の走りで、うん、出雲の2区とかありえるんじゃないかと思って、うん、なるほどね、はい、千森ルートですかね、うん、千森ラインがあるんじゃないかと思って、うん、なるほどね、山田君の走りに非常に注目したいなと、うんうん、はい、なるほど、わかりました、はいはい、いやー暑いですね、うん、暑いですね、ちょっと1個聞きたいんですけど、はい、1万メートル、さっきちょっとねすごい戦いが外国人選手でありそうな気がするんですけど、はい、日本人の1万メートルで本命って誰になります、はい、誰かな、まあ伊地知くんとかね、まあどっちもねエントリーしてるんで伊地知くんね、うん、ただ一番でしょうね、ねえ多分ね、あと片川くんとか、うん、ね、亜細亜大学片川くんも確か5000もエントリーしてるんですよね、うん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 、どっちもしてるんですよね、なるほどなるほど、うん、どっち走るのかな、ね、ただ一番ね走ってほしいですね、ちょっと楽しみなんですよ、うんうん、すごい速い外国人ランナーたくさんいますから、いや、ここは面白いタイムがね、ね、どうなること楽しみですね、楽しみです、ね、じゃあですね、今3人ずつ聞きましたけど、はい、どうしても悩んだ4人目の選手いるでしょ、来ましたね、これもね、いつもですねスポーツ大学院では定番のことを聞きますけど、はい、悩んだもう一人の選手教えてください、はい、よし、お願いします、僕はですね、1万メートル、お、西村真周くん、なるほど、はい、ちょうど一番の話しましたけどね、東洋大学です、うん、なるほどね、まあ、西村くんは今季割と調子がねこう上がってきてると思うんですよ、うん、はいはいはい、小川駅伝とかも出場したりして、うん、まあ良かったですし、はい、でここにもしっかりエントリーしてきてるってことは、うん、かなり調子いいんじゃないかなと、うん、なるほど、ね、でここで爆走すれば、うん、出雲も見えてきますからね、うん、なるほどね、はい、出雲がねおそらく多分当落線上というか、うんうん、ギリギリ熾烈だもん ねギリギリないんだと思うんで、うん、ここで構想したら、ね、出雲も見えてきますから注目ですね、わかりました、はい、じゃあさっきちょっと聞いた1万メートルの優勝争い日本人1位もありえるかもしれない、そうですね、頑張ってほしい、わかりました、うん、注目していきます、はい、それではどうちゃん、はい、どうしても入れたかった4番目の選手教えてください、僕も1万メートルです、はい、小暮選手です、おお、創価大学、ほうほうほう、なるほど、うん、はい、小暮選手ね、うん、もうほんと創価のエース級までこう行ったみたいな感じで、うんうんうん、まあ、合宿前はもう絶好調だったんですよね、うん、で今回合宿後の初レースになるんで、うん、もう調子がどうなってるか、うん、上半期よりも伸びてるのか、うん、それともちょっと調子を落としてるのか、うん、これによって三大駅伝彼走ったことないんで、うん、決まってくると思うんですよ、いろいろこの日本インカレでいい走りをすれば、うん、もう僕は箱根まで全部走ると思うし、うん、ちょっとこう絶好調が陰りのある走りだったらですね、うん、ちょっと三大駅伝も全部出るのは厳しいんじゃないかとか、うん、そういう判断材料になるためにこのインカレは大事かなと思いますね、うん、なるほどね、はい、確かにインカレで好調な選手って、うん、その後の駅伝いいですもんね、いいですもんね、うん、なるほど、あ、そういう意味では指針になるんですね、はい、そうですね、しかも合宿が終わったのでね、全部大学生、うん、だからそこでどうなってるかっていうのはやっぱ見ものですね、うん、確かに、なるほど、わかりました、はい、じゃあまあこのいろいろね3人ずつそしてプラス1人聞いてきましたけれども、うん、はい、全体でこの入院からどこを注目すれば楽しいですか、僕が思うのは、うんうんうん、やっぱ関東インカレと違うのが全国のインカレなんですよね、うんうん、だから関東のランナーを、うん、あの関西のランナーとか九州のランナーとか、うんうん、北海道のランナーがどう戦うのか、うんうん、あの関東のランナーに勝つのか、うん、っていうところが僕は毎回この日本インカレの見どころと思いますね、なるほど、間違いないですね、なるほどね、はい、わかりました、うん、ぜひ皆さんもですね注目していってください、はい、本日はですね日本インカレ注目の選手でした、どうもありがとうございました、ありがとうございました。